きまして、桜井京子さんの発表でございます。画面の共有をお願いいたします。はい、音は聞こえてますか？はい、音声の方聞こえております。はい。はい。と、こちらの方で、まだ画像の方が見えて、はい。見えてない。ちょっとお待ちくださいね。はい、お忘れになります。はい、はい。見てますか？はい。少し価格が大きめになってしまっているようですけれども、大丈夫でしょうか？文字の方が切れておりますかね。はい。あ、大丈夫でしょうか？はい。ありがとうございます。はい、それでは、桜井さん、始めてください。はい。株式会社インゲンは脳内部をミスターカルテというシステムを開発しまして、各産地の師匠さんの栽培指導をカルテ化し、これをオンラインで指導を届けるというような活動をしています。なんでこんなことをやっているかといいますと、現在各産地で UI ターンの施策が就農支援と一緒に盛んに行われているんですが、就農者さんの離農率というのは 35% にも及んでしまっています。で、この原因ははっきりしていまして、栽培者指導者さんが不足しているということと、技術継承の基盤ができていないということにあります。実際2019年に総務省さんから農水省さんへ出た要請が、研修指導ネットワークの強化なんですが、これ全部栽培指導に関係するような内容ですよね。で、特にこの技術、栽培技術の中でも生産量、品質量を最も大きく左右するのが病害虫予防の技術です。要は病害を出さないっていうことが生産量の安定、ひいては農業経営の安定につながるからなんですけど、この病害予防の技術の情報っていうのは今まで伝言継承されていて俗人化してしまっていました。で、当社創業当時から、各地域の農家さんのところもあって肥料の相談、あれか病害虫の相談など乗ってきましたが、どこ行っても就農者さんが苗を全滅させてしまったんだってお話よく聞いていました。そこで考えたのが、栽培指導をカルテ化して、オンラインで指導を効率よく届けるということです。ミスターカルテが就農者さん、後継ぎ農業者さんにとって遠くの優秀な先生の栽培指導を届けるサポートツールとなることで、一人の指導者さんがより多くの農業者さんを見れるようになり、指導が受けられない就農者さんを減らす、つまりは、就農者さんが失敗しない就農者さんを増やすということがインゲンの目標です。で、肝心のシステムの中身なんですが、先ほども申し上げた通り病害虫の予防の技術をいかに、正確に届けるかということで3つの主な機能をつけています。しかしこれでも病害虫出してしまうことありますので、そういった時病害虫相談機能があります。そうすると今までこれ訪問でやっていたことがリモートで対応できますので、即日栽培の指導者さんから治療や回復の対策の情報が届けられますので、全滅させることが減るというようなメリットがあります。そして、当社 IT 屋さんではありません。農業専門企業としてシステムの提供だけでは終えないというところに、特徴を持っています。口頭指導に慣れているような栽培指導者さんに寄り添って一緒にオンラインの教科書を作るところからサービスとして提供していたり、あとは栽培指導に必要な肥料農薬の情報は、当社は独自で、毎週のように情報更新しております。ミスターカルテを通じて、就農者さんが一人前になるための技術を受け取れる場となり、既存の農業者さんや J さんにとっては指導という新たな収益源ができることで、新旧どちらの就農者さん、農業者さんにとっても技術向上あるいは農業経営の拡大のモチベーションにつながると、産地の収量品質の安定化につながり、巡り巡って農業って安定して稼げる産業だよねっていうふうになることで、 UI ターンしたいっていうような方が増えればなというふうに思っています。現在、指導者側さんの、クライアントとしては、ご覧の通り、個人の農業者さんから、農業生産法人さん、それから栽培指導を重視しているような肥料メーカーさん、そして JA さんなどに使っていただいています。この最後の JA さんの場合は、就農者さんはじめ、地域の部会員さんにみんなに使ってもらうことで、全体で品質のアップ、生産量のアップが図れますので、産地のブランドの向上で、結局は地域の経済
地域経済の活性化にもつながっていくようになればなというふうに思っています。で、右側栽培指導を今度受ける側のユーザーさんとしてはご覧の通り異業種参入の企業さんによく使っていただいてます。で、このようなクライアントさんユーザーさんの事例を各産地に増やしていくことで、UI ターンやりたいというような農家さん、就農者さん増やしていきたいなと思っています。応援よろしくお願いします。はい、桜井さんありがとうございました。では審査員の皆様からコメント頂戴いたします。大野様いかがでしょうか。はい、発表ありがとうございました。非常にいいサービス内容だったと思ってます。サービスとして私もこういうサービスが世の中に出てきたらすごく良くなるし、というかそうならなきゃいけないなというふうには強く思ってます。はい。ただ圧倒的に大きい問題が1点ありまして、それは何かというと、農業従事者の人がお金を払ってこういうサービスを使わないっていう、まあ、そういう弱点がありますと。はい。で、いくらでこれを提供して、どうやってそれを買ってもらうのか。今その辺どういうアイデアをお持ちかお聞かせいただけると。はい、これで提供しているのは、当社考えているシステムを提供してないです。栽培指導と、あと栽培指導って、まあ、肥料や農薬の処方が伴うので、物販が、絡んできます。なので、お金を直接取っているのは栽培指導者さん側になります。で、お金の取り方は、まあ、ユーザーさんごとに、で、まあ、年額固定型と、まあ、そういう栽培指導、物販に、紐づいた、まあ、重量課金型、まあ、両方で、提案してます。さらにこのビジネスをより良くするためにちょっと参考までなんですけれども、インドの企業をいろいろ分析するといいヒントになるかなと思ってます。で、インドってアグリテックの市場が10倍以上に成長してきてるんですね。で、インドの農業家の人って日本の農業の人よりも年収は低いんですけれども、その市場っていうのは大きく拡大していて、そこでやってるビジネスモデルがどんなものなのか、どんなサービスでうまくいってるのかっていうのは、一度調べられると、このサービスに活かせるところがきっとあるかなと思いますので、ぜひそちらもちょっと見ていただきながら、ブラッシュアップしていいサービスを作っていただければなと思います。はい、ありがとうございます。大野様ありがとうございます。大場様お願いいたします。はい、まあ、同じような目線で、特に女性の人がこういう問題に取り組んでくれているということに非常になんか心強さを感じています。私もまあ、農業業界、特に施設園芸のところで、まあ、AI による制御というところで、もちろん病気も出さない、品質、収量を上げる、省力化するというところに取り組んでるんですけども、まずちょっと1点目はなぜ、ここに行き着いたのかっていうところの、なぜこれをやりたいと思ったのかっていうと、その気持ちをちょっとお聞かせはい。まあ、うち、代々農業系の家系なんですけど、まあ、まあ、何も考えずの、園芸学部に行きました。で、農業 IT 盛んに行われていたんですけど、どうにも現場に合ってない。で、なんで、大学にいた時から、農家さんもあって、なんで IT 入れたのっていうのを聞いていくと、まあ、なんかこれ今使えるもんじゃないんだけど、結局、まあ、病害虫 のなんか対策とか情報出ないかなみたいなことを皆さん口を揃えて言う。で、なんで、じゃあそういう栽培指導、要は病害虫予防に関する情報共有が一番求められているところだなっていうので作ってます。今度はですね、ちょっと専門的にちょっと突っ込んで聞きたいんですけど、はい、その病害を、まあ、これですと予防するっていうことが目的でのサービスと思っていいんですか、ね。はいはい。であれば、具体的にどういう情報を取得するのかと。まあ、その、まあ、画像なのか、センサーデータなのか、個人の、はい、生産者の方からのテキストというか、その人から得たドキュメント情報なのか、ちょっとそのあたりを教えてほしいんですけど。はい。今、総合防除とも言われるんですけれども、まあ、病害を、まあ、出した時点で、大体もう、農業の場合失敗なんですね。で、出さないように、生理障害を出さない、あるいは、肥料の過剰とか、やりすぎっていうのを抑えるっていうのが重要になってくる。で、つまり、健康な苗を作るっていうのが一番大事になってきます。なので、このカルテの中では、品種の選定から、まあ、施肥の設計、あと、まあ、まあ、予防に関係するような、まあ、追肥計画、あと農薬の計画を提供してます。なので、センサーはいらないようになってますね。それよりも対策の情報っていうのを重要視してます。なるほど、やはりそうですよね。例えばそれをしているという指導者から回答が来るというんですけども、大体この指導者の方々に払うフィーっていうのは、どれぐらいのコストがかかっていくものですかね。年間でいうと何名ぐらい。
はい、まあ、指導者さんの方に、値付けしてもらってる状態です。で、当社は、まあ、指導者さんから、2割から3割お金をもらうっていうような形にしてます。で、まあ、事例として一つ挙げると、まあ、農家さん、個人農家さんで副業でやってるような指導者さんなんですが、個人農家さんに対しては年間50万円。で、法人さんに対しては、まあ、畑の数にもよるんですけれども、年間240万円からっていうふうにしてやってます。わあ、結構な額になりますね。そうですね。ただ、まあ、植物、今、植物医とかいらっしゃるんですけど、まあ、大体相場感そのようなぐらいな感じですね。で、240万円って高いと思うんですけど、苗全部全滅させて売り上げ何千万吹っ飛ぶよりは全然安いので、まあ、一株あたり、まあ、イチゴの場合ですけど、一株あたりに換算すると、5円の保険料っていうような感じになりますね。はい、ということは、どれぐらいの生産面積の方々のお客様をターゲットにされているということになりますかね。まず新規就農者さんの方からですね。で、生産面積大きくなってきたら、今度指導者さんに回ってもらうようなアプローチしてます。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、大場様ありがとうございました。桜井京子さんの発表でございました。桜井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。